皆様こんにちは、タズチューブです。今日は鷹の祭典です。だからこのユニフォームを着ます。京セラドーム大阪です。だけどね、今日はいつもはテレビ放送席2というところでオリックスの試合喋るんですが、今日はテレビ放送席1、というところ、普段地上波とか NHK さんとか BS さんとかが使う放送席で、いつもの放送席よりも少し狭いで、今日はまあ隣柴原さんなんですが、柴さん隣ね、別々の部屋ではありません。実況と解説で、ちょっとこうほぼ中央で、ここの方がねやっぱり見やすいわ。テレビ放送席2よりもいい角度、ほぼ正面。ただ急勾配なんでね、と僕は実況席で今日喋ります。裏返しで、これを切る赤い、今年は高くレッド。高くっていうのは今年のキャッチフレーズ。高くレッドでストライプ、黒いラインが入っています。で、ここにスコアラーさん座って、ディレクターさんということで。で、顔出しは後ろ振り返ってのカメラの照明ということになっていますね。はい、こんな感じで今日ここで喋ります。いつもと同じ、京セラではあるんですが、違う放送席で喋るという。まあ、それがまたいつもと違う感じが出ていいかもしれません。鷹の祭典2021 in 大阪。鷹の祭典の今日初っ端のゲームが大阪のゲーム、上限5000人の今日はお客さんが入るということを聞いています。今日は一塁側にホークス、三塁側にライオンズ。ライオンズは、ずっと居座ってということになるんですよね。で、明日はゲームがなくて、この3連戦じゃなくて、月水木の3つのこの同一カード、今日この月曜日大阪であって、あと水曜が北九州で、木曜日がペイペイドームということですね。今日はオリックス戦ではありませんが、ホークス対ライオンズのゲームを頑張って一生懸命喋ります。というわけで今回もご視聴、短めの配信ではあるんですが、こんな感じで喋るということですね。今日は僕の上着つってますがこれ着るんで関係ないね。はい、というわけで今日も頑張って一生懸命喋ります。最後までご視聴ありがとうございました。いつもと違う京セラドーム大阪の放送席からお伝えしました。